今泉村は、鹿児島県薩摩半島の南部、イブスキ郡に属していた村。1889年に、町村制の施行に伴い、今泉号の区域より発足し、1948年に、大あざり久市の区域が、利長村として分立し、1954年には、イブスキ郡イブスキ町と新設合併し、イブスキ市となり、自治体としては消滅した。 鹿児島県本土の南部に位置していた村であり、町村製施工事時点の村域は、江戸期の今泉号の区域と一致する。村域内には池田湖が所在しており、北部は鹿児島湾に面している。村役場は大技岩本に設置されており、村役場の周辺を、伊ブス線の薩摩今泉駅や二級国道226号が通り、 鹿児島方面やいぶ方面との交通の要所となっていた。今泉村は、今泉号に属していた五村の区域より成立しており、江戸期の村は、町村制が施行されたのに伴い、大技となっている。町村制施行時には、岩本、小牧、新生方、池田、利久氏の五大技から構成されていた。1948年に、大技利久氏の区域が、 リ・永村として分割され、今泉村の大技数は4となった。1954年に、今泉村は、イブキ町と新設合併し、イブスキ市となり今泉村に属していた大技は、地域及び名称は変更されずそのまま、イブスキ市の大技となった。町村製子工事の今泉村は、現在のイブスキ市岩本、小牧、新西方、池田、山川敏長、 海門上野の区域にあたり、山川・ト長及び海門上野の区域は、利長村分立寺の大ア利久ヒの区域にあたる。島津・義樹の抜死である、島津・忠史教が、大二24年に、河辺城の戦いで、泉家五代当主直久が戦死して、以来断絶していた泉家を継ぎ、今泉島津家と称した。その際、今泉島津家は、延京元年に、伊ブス号岩本村、 小牧村及び西方村から分割された、新西方村、英語池田村及び千田村から分割された、李、長村の区域より編成された、今泉郷を領することとなり、中京は一所時に列せられ、後に、沙田、伊佐、釧路に、持ち節材を有した。領主狩谷は、岩本の現在の伊布杉市立今泉小学校が、所在している場所に置かれ、領主狩谷付近には、麓や、 の町が形成された。1889年に町村制が施行され、それまでの今泉郷の区域より今泉村が成立し、村役場は岩本に置かれた。村内では、タバコの生産が行われており、品種はイブスキバが栽培されていた。1903年に今泉村タバコ工作組合が設立され、盛んに生産が行われていたが、 黄色種が多く輸入されるようになり村内でのタバコの生産は大幅に減少した。1934年に、いぶすき線が開通し村内には、薩摩今泉駅が設置された。1946年には、岩本、小牧、新生法、池田に出張所が設置され、中心部から遠くに位置する利久市には、支所が設置された。村の南端部に位置していた大技利久サは、 中心部より遠くに位置しており、村役場の支所が設置されるなど、独立の地位にあり古くより分村が検討されてきたが、分村したとしても小規模な村になってしまうことから、鹿児島県や今泉村は好ましくないとして移留してきたが、1948年に分村が村議会、県議会で議決され、同年9月1日に今泉村の内をわざり、 長村の区域が分割され、長村が成立した。その後、長村は1955年に、上野地区が、海門町に編入され、海門町を上野となり、残部が、山川町に編入され、山川町に久しとなった。今泉村の区域の大半は、遠京元年までは、伊武ス里のうちであり、伊武ス町と、今泉村は同一の生活経済圏内となっており、 言語や風習などが同一であることから、以前より合併が計画されており、1951年には、殺難市実施規制同盟が結成されたことにより、本格的な検討が行われ、1954年4月1日に、イブスキ町と新設合併し、イブスキ市の一部となり自治体としては消滅した。また、それまでの今泉村役場は、イブスキ市役所今泉市所となった。 町村政志向以後の尊重を以下に記載する。表記は、いぶすき百368ページに基づく。ありがとうございます。